とか、うんうんうん、ハーフは綺麗な子が生まれるとか、いいって言いますよね、賢い子が生まれるっていうじゃん、うんうんうん、だからお父さんもお母さんもものすごいこう血が混ざってて、うん、そこで生まれたイーロン・マスクだから、もう天才、すごいですね、天才が生まれるわけよ。そう思うと、今なんてこうオンラインで、まあ、日本人はちょっと英語が使えないからかもしれないですけど、もう国境なんてあってないようなもので、うん、それこそなんかいろんな人と出会えるじゃないですか、うん、で僕もだ今回のコンドミニアムのオーナーがアメリカの人なんですよね、うん、だそれでやっぱ英語のやり取りとかして、うん、だから出会いが増えてるから、それクラブハウスで出会ったってこと？違います、普通にコンドミニアムないかなと思って探してたら、うん、いいところあったと思ってやり取りしてたら、普通に仲良くなって、うん、今から、明日も一緒に飲むんですけど、そうなんですよ、だから そういう出会いが今増えてきてるから、うん、意外とこう根結というか、うん、いろんな人が混ざり合っていくっていうのは増えていくかもしれないですね、うんうん、いいね面白い、いいね、ここら辺また深掘りしていきましょう、そうですね、一旦 CM 入れてから、ね、後半を届けましょう、はい、お願いします。いやーね、ツイキャスの皆さんもありがとうございます、ありがとうございます、コメントもありがとうございます、本当にコメントあるといいですねそうそうそう、うん、だから話しやすいし、なんか嬉しいですよね、聞いていただいて、まあ内容によってはね、コメントこう入れづらかったりとかいろいろあるけどね、だから厳しいコメントとかもあるけど、まあ、っていうか僕結構政治的な話もするから、うん、右寄りの応援してるからさ、はいはいはい、でそれでまあね、あっち側の人だったら、ああなるほどね、いや、はいはい、そう思いませんとかありそうありそう、ありそう、その辺はね、いやでももう本当にさ、っていうのは沖縄の新聞とかテレビ自体がもう左に寄りすぎてるからさ、だから僕が発言してるのは多分真ん中ぐらいの話してるはずなんだけど、でも左が多すぎるから、右に見えちゃう、真ん中でも、そうなんだ、そういうところだから沖縄、今あれですよね、日本で一番政治への関心が高いのが沖縄ですよね、あそうなんだ、確か、はい、では CM 開けます、BGM からいきますね、それにしてはね、投票率悪いよな、はい、じゃあマイク出ます、はい、どうも、レッシン呼吸をお届けしています、今日はですね、いきなり名古屋から訪れたお二人がゲストにね、ありがとうございます、まして、ね、改めましてタクちゃんとリンちゃん、メンソーレ沖縄、ありがとうございます、メンソーレメンソーレです、はい、ということでね、今今年はね、特に沖縄が、本土復帰して50周年にあたる年で、ちょうど50年なんですよ、1972年に沖縄が本土復帰して、今年が50年で、リキさん何歳？ああ僕は38歳なんですけどね、38歳なんですか、うん、永遠の38歳なんですけど、リアクションに困るの今ね、4月11日からNHK 朝ドラのちむどんどんがスタートしてるけど、見てます？見てない、沖縄なの？見てないの？見てない、帰れもう、なんでやねん来たのに来たよ呼んどいて今日の今日呼んどいて、いやね、ていうね、この朝のね、うん、この NHK 朝ドラのちむどんどんはぜひ見てほしいわけ、はい、これはね、どういった、ちょうどこの沖縄が本土復帰する、うん、今1年前の設定だわけね、はい、1971年、へー、うわ、ちょっと面白そう、来年本土復帰するよっていうところだから、ものすごい見てて沖縄のことをもう知れるわけよ、へー、うん、沖縄のマインドはもうこっから来てるみたいなね、で今日本に返還されるってこと、うん、うわすごい、だから1971年までは沖縄から甲子園に出場する時もパスポートを作って甲子園に出場してて、で甲子園球児が負けて帰ってくる時にベンチ前の土色じゃん、土袋にね、この入れて帰ってきたと来ようとした時に、 船でね、もうすぐ沖縄に着く頃にこれ検閲にかかるからってことで、もうせっかく取ってきた土をね、海からみんな球児はもう涙流しながら捨てたっていう、そういう実話が、こういう時代だったわけ、しかもドル使ってドルですもんね、道路も逆ですよね、そうそうそう、だから それから72年の本土復帰でガラッとこう
ね、ドルから円に変わって、あの時1ドルが360円だったわけ。そうなんですよね。そういうところからスタートしてんだけどさ、うん、でそういう中で仲間由紀恵さんがお母さん役で、見たい。で長女役が川口春奈さん、うん、で、次女が、まあ、ヒロインのね、沖縄出身の黒島結菜ちゃん、で三女が、上白石萌えさんが、うん、もう本当に豪華キャストでね、すごい、うん、あるこういうちむどんどんがね、はいはいはい、始まってるんだけど、で今1971年の設定で、これが8月まで放送されるわけ。4月11日からスタートして、うんうん、だから4ヶ月、うん、いや本当に展開がね面白いようにどんどん変わってくるんだけど、見たいな。これは僕も録画、めちゃくちゃ興味ある。録画してねずっと見てるんだけどさ、うん、もうすごいっすよね、うん、もうだからうちなんち琉球人のこのアイデンティティっていうのが本当にそこから見えてくるっていう部分もあるし、でこれはまあ沖縄の歴史っていうよりも、うん、こう戦争で負けて沖縄がアメリカの、よくアメリカ言うって言うんだけど、アメリカの、はいはいはい、アメリカの世の中になって、はい、琉球政府っていう名前だったけど、うん、でそれから1972年に日本国っていう初めてなったから、まあ戦争、その前はまあいろいろね、うん、琉球っていう形でねなってたけど、すごい話っすよね、うん、そういうふうにこう時代が変わってきたっていうところのすごいこう変わり目の、あ、次の日から変わるわけでしょ、ガラッと急に。そうそう、なんかそれで僕聞いた話で1972年の5月15日、バス通勤の人たちが逆側乗っちゃうから、うん、そうそう、会社つかなかったという話を聞いた。いや、これは大げさじゃないかな噂噂で、確かにね、もうタクシーもバスも左側ハンドルだわけ。すごいっすよね。バスも進行の右側から乗り入れするから、これドルから円に変わる瞬間は何、どうするの、こう持ってるドルを銀行に買いに行くの。そう、うん、買えるわけ。すごい。口座の預金は勝手に変わる。多分そういう形にしてたんじゃないかな。すごい。変えてって言えばね、まあ、ドルで預金する人もいるけど、あ、そうかそうか、今の為替みたいにね。確かに、すごいっすよね。なんかもう常識がどん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 変わっていく、この混沌とした時代の中で沖縄の人だけはそれを経験してきてるから今の時代生きやすかったりとか、なんか強いんだろうなっていうイメージめちゃくちゃあるんですよね。もう確かにね、うん、昔の人っていうか、ま、1945年に戦後じゃない、うんうん、だからまだ戦争を経験した人っていうのはもうだいぶ高齢者で、80代後半ぐらいにもなってるんだけど、80代ぐらいになってるんだけど、もう その人たちはもう、まあ、日本でも一緒だけどね、戦後の時代ってもう大変な時代じゃない、うんうんね、食料もないし、うんうん、家も ね, そうですね、ないしって感じだけど、ね、まあ、沖縄でも似たような感じだったけど、まあ、その中でもアメリカの統治下だから、警察も MP だわけよね。MP、アメリカの警察が要は警察官みたいな感じだけどそんな感じじゃない。だからいろんな例えば女性の場合のこの婦女暴行とかあって殺害されたとしても、うんうんうん、大した罪にならないわけよ、アメリカ側がこの裁判とかね。それさ、今でもその名残あるでしょ。いや、今はね、そんなに今は多少もう、なんか本土ではそういう感じでニュースが届いてる。だいぶ、うん、だいぶ減ってはいるけど、やっぱ多少あるんだ、うん、米軍基地があるから基地の中に逃げちゃうわけよ、犯罪者が。僕さ、それでいつも思うのが、そこには警官も入ってきない。初めて沖縄に来た時に僕一番の衝撃が、うん、こうアメリカと日本の境目の柵の向きがおかしくねっていつも思ってて、うん、あれね、アメリカの人はこっちに来れるけど、うん、日本はあっち行っちゃだねっていう形の策なんですよ。そうなんだよ。あれおかしくない？よく気づいたね、そこに。普通はね、ね、うん、普通例えば刑務所とかだったら、うん、内側に向いてるじゃん、うん、外に出れないよね、うん、
米軍基地の外側のあれは中に入れないようにって、おかしいっすよね。だって日本の中に基地置かせてねっていうスタンスで置かれてるはずなのに、あっち側は自由に動けるくせにこっち側は来ちゃダメだよっていうのは、どっちが強いのっていうのはなんかね、やっぱり日本は敗戦国だから、戦勝国のアメリカがここに基地を置いて、まあ自分たちがね占領した島だみたいな、これ初めて見た時結構衝撃的でしたね。でこれがあの描かれた最近の映画があってさ、ミラクルシティコザっていう、ぜひ見てほしいんだけど、もう上映はほとんど全国で終わったんだけど一通り、まあ、これから DVD になるのかはあのまあ監督がねまだ決まってないみたいで話してたけど、その監督とクラブハウスでもいろいろ話してたり、すごい、僕らはズームであのやったりとかして結構仲良くなってるわけさ、その監督と。でこのミラクルシティコザもそのちょうど50年前の沖縄を描いてるわけ。あの地名のコザが舞台とかで、そうそう、ミラクルシティコザ、これもめっちゃ面白いわけよ。だからさっき言ったその米軍兵がね、あの女性を強姦してもあの罪にならないっていうところで、沖縄の人が暴動を起こすわけ、起こって、でそれでコザ暴動って言って、あの車を火炎瓶でね燃やしたりとかっていう、そんなにすごい暴動が起きた、結構激しい、もう車、米軍の車見たらひっくり返したりとかしてさ、これコザ暴動って有名なわけよ、めちゃくちゃっすね、でそこで捕まった9人の若者がいて、でそのうちの1人が、そのコザ暴動の後、まあ普通に一般にもあの出て、で東京に行ったわけよ、東京に行ってまだ若い時よ、この20代ぐらいの若い時に、でも日本国に対して政治に対してすごい不満があったみたいで、オートバイでさ猛スピードで国会議事堂の鉄にねバーってあの自殺したわけ、もうこの日本政府みたいな感じでだろうね、きつい、もう今あの、双子の兄弟の人が生きてるんだけど、この方がその亡くなった兄弟のね、この死んだ時のヘルメット持ってるわけ、もう鉄の跡が切り写っててね、うわ、でこの人の、演劇がね先週あったのかな、へ、2日間にわたって あったわけよ、すごい、実話としてね、こういうのは覚えててほしいみたいな感じで、彼はやっぱり何を訴えたかったんだろうみたいな、彼の死は何を意味してんだろうみたいなね、そういう演劇がね、この間あったばっかりで、忘れてはいけないみたいな、だからその本土復帰の前後ってものすごいいろんなことがあったわけ、揺れ動いてね、大きな変化、まあ、かなり、本土に対する思いっていうのは強いです、ね、昔の人はね、要は、天皇陛下が戦争を始めて沖縄の人が犠牲になったみたいな、唯一の上陸作戦があったの沖縄だけじゃん、だからそういう、まあ、被害者意識っていうかね、まあ、でもこれを難しいな、70数年もさ引きずって日本政府に沖縄はあの被害者だから金くれよみたいなね、まあ、言い方悪いけど、まあ、そんな感じでどん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 いろんな優遇がされてきたわけ、でそれに甘んじてきたわけ、だから自立できないわけさ沖縄の経済って、なるほど、だからそういうところの甘えみたいなのちょっと依存じゃないですけど、それに対して僕はもうシビアに見てるわけさ、そうじゃないよと思う、いつまでも過去を見てるんじゃなくて前を見ようよってことだ、それが、まあ、原因の一端として沖縄はやっぱり賃金が低いの、まあ、それもあるじゃない、ね、内地とは一緒じゃないっていう、まあ、経済もこういう感じだから、あの要は、米軍基地の、時代でね、基地の中にこの土地を持ってる人がいるじゃん、はいはい、そういうお金がね年間数千万数億円入ってきてる人もいるわけよ、へえ、そういう家庭はもう
代々仕事はするなっていうぐらい。へえ。もう毎年数千万って入ってる。え、それは何で入ってくるの。いやだから米軍基地内に自分の土地があるから。そういうことね。軍用地料。そんなとんでもない金額くるの。だってものすごい土地持ってる人とか、例えば嘉手納飛行場にもう何百坪何千坪って持ってたら、やば、毎年もうこの、まあ 奥ですね、奥帯に入ってくるんです、うん、何もしなくてもね。だから仕事しないでパチンコ屋で1日5万10万負けても平気だわけよ毎日。すごい。そんな人たちがゴロゴロいるわけ。その人たちがさ、もっとなんかみんなのさ仕事作ったりとかさ。絶対しない。あのこういう人たちの、まあ、代々ねその軍用地料で生活してきてる人たち の、まあ、息子さんとかね、うん、そういった後継ぎの人たちには商売するなって言われてる。商売して失敗したらお金なくなるぞみたいな、何もしなかったらお金入ってくるんだからみたいな、そんな感じだわけよ。よくないね。今あの軍用治療入ってきてる人はね、あの 気悪くしないでくださいね。でもそうやって思ってる人たち多いんだから。僕らなんかも軍用治療全然入ってきてないし。へー、うん、入ってる人はもう何も言わない、ほとんど言わない、口閉ざしてるもんね。それもうキャン君入ってきてる、みんな知ってんすか。本当は入ってたらこんな生活してないとりあえずごちそうさまです。へー、そんな人たちがもうゴロゴロいるって。実はね、すごい、そんなとんでもない数人数のいるの。いや、人数的にはどうかな分かんないけど、でもこの普天間基地とかだったら、あの基地反対のために一坪運動っていって、一坪ずつ、あの一坪でよ、畳1枚ぐらいの坪をあの名簿としてね、たくさん地主がいるんだよっていうふうに見せかけて、多くの地主で反対してるんだよっていう運動したいから、一坪運動っていう形で、まあ要は大地主が一つずつ分けたんじゃない、あなたも地主になってみたいな、仲間になって基地反対しようよみたいな、そんな活動家もいるわけ。へえ。じゃあその地主の人たちの中でも賛否両論なんだ。そうそうそう、それもありだくし、いやいや反対でしょっていうのもやっぱいろいろあるんですね、うん、でその中に最近出てきたのは、このロシアとウクライナの、うん、紛争の中でやっぱり米軍基地ってあったら安心だよねって思う人もいるわけ、うん、そうですね、はいはい、なかったらもうすぐ中国に攻められてくるし、大変な状況になるじゃない、うん、じゃあ日本の軍隊あるかってないじゃない。そうですね、自衛隊ぐらいだから、うん、だからそういう意味ではこのウクライナのね、ロシアからの侵攻を見たら、やっぱ米軍あったらあるから、中国人、中国はこの攻めをちょっととどめてるわけよ、うんうん、正直沖縄の人たちでどっちが多いんですか、もう全然もうアメリカ行ってくださいっていうのと、いやもう出てけっていうのと、どうだろうな、全体的に見るとどれぐらいの割合なんですか。6、4ぐらいじゃないかな。ああ、まあでもまあまあ半々なんだな。俺もっとかと思ってた。いや、あのもっと偏ってるんだと思ってた。ああ、7、3とか8ぐらい。そうそうそう、うん、要は米軍出ていけみたいな、うん、あのね、多分ね、なんていうかな、まあ、軍用治療が入ってきてる人たちもそんなに多くないし、比率、まあね、も多くないし、うん、この今インターネットが普及してるじゃん、うん、YouTube とかもね、うん、いろいろで、事実を知ってきてる人多い、うん、そうですよね、今もそういう時代ですもんね。これまでは、まあ、沖縄の新聞テレビも、うん、左側の寄りの発想で報道するから、うんうんうん、この尖閣 の中国の船が、ね、心配してきてるっていうのも一切報道しないからね、危機感がないわけよ。このオールドメディアを見てる人たちは全くもう高齢者で、ここにいる人たちもちゃんとした情報が入ってきてないんだ、うん、だから若い人はだからネットで、うん、取れるけどね、事実を知るけど、で、なるほどね、まあ、高齢化社会でね、高齢の人たち多いじゃん、もう使いこなせてない人たちは、そういう人たちはもう新聞テレビしか見てないから、うん、そうするとこっち寄りになっちゃうから、そっちの情報しか来ないから、ね、うん、基地反対基地反対ばっかりのテレビ新聞だから、そういうオールデメディア側のもうお年寄り、そういった人たちの人口が多いから、うん、そういう投票にもなるし、今みたいなベニーさんが知事になったりするわけよ。なるほどね。
すごい詳しくなったね今日ね、うん、聞きたかったこういうの。そういうことは、まあ、もっとね深い、まあそうでしょうね、あるんだけどね、うん、まあ、こんな感じになってくるでしょ、ほらすごいと思う、めっちゃ綺麗じゃん。だこの番組の時間内に本当にあのすごいサンセットになるわけよ。さっきすごい暑かったでしょ、はい、うん、西日強かったですもんね。もう思わず写メ撮りたいでしょ、うん、綺麗これそういうとこなんですよこのスタジオは。いいとこですね。でもあの喋ってる間にこう見えてて、でも冬場の放送はもうオープニングの時がこんな感じで、あもうでだんだん真っ暗になっちゃう。だこの時期だからちょうどいい感じなんですね。サンセットが素敵です、うん、見えるわけね。沖縄は僕好きなんですよね。本当に好きになった本当にこんなに来る人生になると思わなかったですもん。でも3個からですけどね本当に。あとリキさんがいてくれるのもでかい。やっぱり行って知り合いがいるっていうのは嬉しいですよね、まあ、こんな話もねなかなか聞けないからね、うん、でもだから地元の人から聞く、ね、リアルなとこですよね、うんうん、まあ、まだ人生経験38年だから詳しくは知らないそうだよ、ね、変わんないですもんね。ちょっとね見た目一人老けてますけど年はそんな一緒くらいですもんね。この画面が悪いんじゃないかなちょっと画質がここだけ荒いかもしれないですねすごいな。そんなこんなでもう放送時間もあと4分ちょっとになってますけど、なんかりんちゃんあまりねお話してないけど、あ私ですか、なんかあの、はい、訴えたいことあります？訴えたいことですか？あるだろいつも言ってるだろ沖縄に対する印象とかでもさ、沖縄に対する印象は本当に観光、うん、だったんですけど今まで本当に去年、うん、来させていただいて、うん、力さんとお会いしてもう180度変わった感じです。うーん、そう、まあでもね気づいてなかったです。観光で来てたので、うん、そういうところをね、そう、全然知らなかったですし、自分がさっき言ったみたいに汚してることも気づいてなくて、うん、そのお化粧品で海が汚れるのも知らない、うん、感じでした、ね、もう観光して海行って帰るみたいな。海綺麗やと思ってたもんな。そう、小さいハワイって思ってたほんまにですけど、まあ、普通はねそうだもんね、今の人はね。いやでもそういうことを一人でも多くに僕は伝えられて幸せだし、なんか、まさかサンゴに毎年寄付する人生になるとは本当思ってなかったですね、はい、いやもう嬉しいですよね。いや俺らも嬉しいよね。嬉しいですよね、うん、本当に。で本土の人にそれを自分が伝える役なんだなって思うと、あそうそうそう、すごい1年でガラッと観光してた自分だったんですけど、僕らめちゃめちゃ喋ってますから、ね、そう、今では本土にそれを伝える役目として、うん、あ嬉しい、経験をさせていただいて、すごい寄付してるんだよって、そのサンゴを見に行くんだよって、今度は観光じゃなくて、そういう話ができるのがすごいありがたいなって思ってます。素晴らしいね。出会いがくれたのは力さんなので本当ありがとうございます。いやいやもう僕こそ嬉しいよもうそういうね、やっぱりなんていうかな、僕がいくら話してもその関心持たないとこの自分事として考えないし、うん、自分事っていうのはやっぱりあの、まあ、大きく言えばね、地球のこと、日本のこと、地球のこととかね、この自然界の生態系とかっていうところに自分が少しでもこう関われるっていうことのこの気持ちの豊かさっていうかな、そういったのもあるじゃない、はい、僕徳を積むっていう言葉が好きで、あ素晴らしい、何か人が満たない時にゴミを拾うとかさ、なんかそういう靴をね、人の靴を並べるとかっていうのも、なんか徳を積むっていうことは絶対人必要だと思ってるからさ、うん、まあ、神様いるかどうか分かんないけど、うん、でもこれいろんな人が言ってるわけ、大谷翔平も、まあ、桑田投手もね、はい、巨人の元桑田投手も講演会で徳を積む徳を積むって誰も言ってるわけさ、うん、でそれはもうな、自分がピンチになった時に何かによって分からない何かの力で救われるということがあるのはやっぱ徳を積んでる人なんだよっていうのがものすごい僕も印象に残ってて、だから普段から徳を積んでて、逆に徳を逃しててる人とかね、そういう人は何かのこの被害に突然あったりとか、まあそういうふうになる
この運命になったりとかさ、そういうのあるんだろうなっていうのは逆説で言えばね、うん、そういうこともなんか話してたのは僕すごい納得いってさ、うん、だからゴミを拾うってことは徳を拾ってるわけよ、うん、はいはいはい、まあ、だって大リーガーでさ大谷翔平が一塁に走るときにポッてゴミ拾ってポケットに入れただけですごい注目されたじゃん。あれ得積んでるんだよね。やっていう間にもあと1分です。はい、すごいですね。意外と喋ってみると一瞬ですね。はい、ということでね、今日のゲストはですね、今日名古屋から来たばっかりの、はい、ね、たくちゃんとりんちゃんでした。いろんなね沖縄のお話ができて本当に良かったです。でね、あのサンゴ畑にも明日行かれるということで、はい、皆さんもですね、ぜひサンゴ畑行かれたことない人はですね、読谷村にある、サンゴ畑検索していただければですね、行けますので、営業時間をよく確認してですね、はい、行かれてくださいね。はい、ということで、今日は、たくちゃん、りんちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、お聞きの皆さんもありがとうございます。また来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。サンゴ畑で会いましょう。